の時刻は9月21日午後3時53分です。今日は皆様の到着が遅れ、ご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫びいたします。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第3ターミナル109番ゲートに到着する予定です。羽田空港の国際線出発ターミナルは第2ターミナルと第3ターミナルがあります。乗り継ぎのお客様はお間違いのないようにご注意ください。国内線に乗り継ぐお客様にご案内いたします。お預けになりました手荷物は一旦お受け取りになり、国内線乗り継ぎチェックインカウンターで改めて手荷物をお預けください。皆様今日も ANA とスターライアンスパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。